車上の衛星画像 QM730、ブレベスニクは、ロシアで開発中の原子力巡航ミサイルである。ブレベスニクはロシア語で、海つばめのイで、NATO コードネームでは、SSCX-9 スカイホールと呼ばれている。原子力推進の採用により、射程距離は事実上無制限であるとされている。QM730 は、2018年3月1日に、 ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンが発表した6つの新型戦略兵器の一つである。ロシアでは、アメリカの弾道弾迎撃ミサイルを中心とするミサイル防衛システムを突破可能な大陸間核戦力として原子力巡航ミサイルの開発を進めている。原子力巡航ミサイルは、ミサイル防衛システムを突破できるだけの能力と、長大な射程距離を有するとされている。 ロシアの軍事的優位を国民に誇示する目的もあって名称は一般公募された。ミサイルの根幹である原子力推進ユニットの試験は2019年1月に成功裏に完了した。ブレベスニクの姉妹プロジェクトである原子力推進式、海中ドローンポセイドンも小型の原子力推進ユニットを中心に構成されている。2019年8月9日に ロシア国営原子力企業ロスアトムは、ロシア北部のセベロドビンスク近郊にあるニョノクサミサイル試験場で、液体燃料、ロケットエンジン用核動力源の試験の際に事故があり、放射性物質が放出され8人が死亡したことを確認した。その後、液体推進システム中の核動力源と発表が改められた。一部報道機関は、 ブレベスニクの試験中の事故である可能性に言及しているが、ロシア国防省は情報をほとんど明らかにしていない。核不拡散問題の専門家、ジェフリー・ルイスとアメリカ科学者連盟のアンキッドパンダは、ロシア国防省が行ったロケットの推進方式に関する説明に疑問を呈している。プーチン大統領は2019年11月21日に、 無限の射程を持つ比類のない有望な新兵器システムを改善し続けると語っている。ありがとうございます。